坊っちゃんスタジアムです。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の東明、対するドラゴンズの先発はベテラン山井、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の山井マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは杉本、第4球は打ちました。サードの右、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ツーアウトランナー一塁という場面で中川、第2球投げた、外れた、ボール。第3球は3球目ストライク、投げた、打った、ファールボール。追い込んでから第5球見送ってボール。第6球はランナースタートを切った、打った、流し打ち、これは内野ゴロ、武田そのままベースを踏んで3アウト。一塁ランナー紅林残塁に終わりました。1回の裏が終わりまして0対0です。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で小島、投げた、打ちました、内野ゴロ。石垣ボールを掴んだ、二塁フォースアウト、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。キャッチャー山崎克樹、背番号62。第3球を投げた、見逃し三振、山井見事なピッチングです。2回の裏が終わりまして両チーム無得点です。3回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは石橋、第9投げた、打ちました、初球打ち、ショートの左、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バファローズ追う展開で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という、初球を送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー二塁に進みました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。第3球を投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、一塁送球、アウト。ドラゴンズなおもピンチが続きます。先ほどヒットを放っている紅林、ドラゴンズ一打同点のピンチを迎えています。ファール、投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。山井ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。序盤終了しまして1対0です。5回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは石橋、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、打った、ファールボール。第3球を投げました、スプリットはボール。次が4球目投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト。バファローズ追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で後藤、投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、ボール。次が5球目、危ない球、投げた、打ちました、いい当たりですが、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして1対0、ドラゴンズ1点リードは変わりません。バファローズ追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁、膝元へズバッと決まって見逃し三振。次は5球目、インコース引っ張った、1、2塁間ライナーで破った、ボールは中継、ランナー2塁でストップ、小島ツーベース、ドラゴンズ逆転のピンチを迎えます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、外れた、ボール。第4球を投げた、ボール、投げました、打ちました、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。山井見事に流れを断ち切りました。ドラゴンズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは石橋、今日はショートゴロとピッチャーフライ、決まった、ストライク。第2球投げました、
打ちました、痛烈、伸びた、伸びてレフト見上げた、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で石橋、今日はホームランを打っています。第2球投げました、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって3対0ドラゴンズリードを3点としています。バファローズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターはロドリゲス。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面。第4球を投げました、スライド、空振り三振、山井見事な完封勝利、ドラゴンズ見事勝利です。勝利投手は山井、敗戦投手は透明でした。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた山井、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただき